子猫の頃から共に育ってきたモーグリとバルー、そしてそれを見守ってきた犬のデイジー。彼らは特別強い絆で結ばれていました。親友であり家族でもある3匹はずっと助け合って生きてきたのです。だからこそモーグリがあるピンチを迎えた時もデイジーはモーグリを助け、バルーはそれを信じて待ち続けたのです。猫のモーグリはかつては保護猫でした。まだ子猫だった頃、同じく保護猫だったバルーと共にローズさんの家に引き取られたのです。その家には1歳になったスパニエルのデイジーがすでに暮らしていました。ローズさんが慎重に彼らを引き合わせた結果、すぐに仲良くなり、いつでも一緒にいるのが当たり前になった3匹。幼い猫たちはデイジーに懐いて甘え、デイジーもそんな2匹のことが可愛くて仕方ないようでした。その後、いつも助け合って暮らしてきた3匹。ずっと平和な日々が続くかと思われたある日、大事件が起こります。突然モーグリがいなくなってしまったのです。ローズさんは懸命にモーグリを探しました。家の中も外もあちこち探し回りますが、どうしてもモーグリは見つかりません。バルーやデイジーも不安そうです。毎日毎日モーグリを探し、あっという間に6日が経ってしまいました。ローズさんは心配でたまりません。それはモーグリより年上であるデイジーも同じだったようです。その日デイジーはいつもと様子が違っていました。家のそばの森で木の周りをうろうろしながら吠えてはローズさんを見つめます。ローズさんはデイジーが何かを訴えようとしていることに気がつきました。どうしたの？気になったローズさんはデイジーに近づきます。するとデイジーはローズさんを振り返りながら歩き始めました。どうやらどこかへローズさんを案内したいようです。森を突き進み、旧鉱山へと続く小道を走るデイジー。そして廃坑のそばまでやってくると、やっと足を止めました。その様子にローズさんはただならぬものを感じます。坑道の中を覗いてみると、遥か下の方にモーグリの姿がありました。デイジーはモーグリの匂いをたどったのかもしれません。ここにモーグリがいることをローズさんに伝えたかったのです。救助隊が捜索した結果、モーグリがいたのは坑道の中の30メートルも下のところでした。暗く深い穴の中でモーグリは助けを待ち続けていたのです。救助のプロである消防士たちでさえモーグリを救い上げるのに何時間もかかりました。そしてついにモーグリはローズさんやデイジーと再会を果たします。モーグリを心配し懸命に探したデイジーも本当に嬉しそうです。モーグリは奇跡的に怪我もありません。家に帰ると今度はバルーとの感動の再会が待っていました。モーグリの帰りを待ち続けていたバルー。モーグリが入ったケージを心配そうに覗き込みます。久しぶりに顔を見てきっとほっとしたことでしょう。こうしてまた家族が無事に揃いました。にぎやかで楽しい毎日の始まりです。モーグリとバルーとデイジー、3匹が揃って仲良く過ごすのを眺めながらローズさんは幸せを感じています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。